私の住んでる町の、お米屋さんを今日はテーマに作品を作らせていただきました。いつもお米を買わせていただいて、おかみさんが元気にはつらつとお仕事をされているので、大変女性として先輩としてこう魅力的だったので取材をさせていただきました。私はご飯が大好き。ご飯はおしんこが一番かな。特に我が家のぬか漬けはご近所でも評判です。私がお嫁に来た時から受け継いだ杉山家の味、お野菜にもこだわり、我が店自慢のぬか漬けです。明治35年米屋として営業、月島西中通り商店街、通称もんじゃ通りの杉山商店です。私の主人は3代目、4年前に亡くなりましたが、頑張れよって、きょんと世間話を楽しみながら精米したばかりの温かい美味しいお米を袋詰め、はいどうぞ、お客様にっこりありがとう、前買ったお米も美味しかった、ごちそうさんの言葉、最高に嬉しい瞬間です。この言葉を聞きたくて、これもからも杉山米店、おいしいお米を販売します。